This is, you know, Super Talk with Anna Radio. こんにちは、綾瀬です。今日は視覚障害者が日常でできることできないことをお話しします。七海でございます。ごきげんよう。橘龍之介の場合のお話でございます。こんにちは、萌です。視覚障害者といっても見え方は様々です。一つの事例です。こんにちは、健太です。それでは早速始めましょう。まず日常生活で言うとお風呂、入浴です。お風呂は一人で入れます。もう何年も電気はつけません。ユニットバスなのでお湯をためたり拭いたりシャワーを浴びたりできます。髪の毛を洗ったり体を洗ったり体を拭いたりも問題ありません。できないことはまずお風呂掃除です。それからボディソープやシャンプーの詰め替えができません。ホームヘルパーさんの家事援助の時にチェックしていただき詰め替えもお願いしています。洗面台での歯磨きや洗顔は自分でできます。ハンドソープの詰め替えとお掃除はお願いしています。トイレも自分でできますわ。お掃除はお願いしています。トイレマットの洗濯は自分でやっています。台所ですが簡単な調理は自分でやっています。と言ってもフライパンやお鍋での簡単な調理です。電子レンジが主な調理器具とも言えます。コンロは IH レンジ調理器です。やけどの心配や火事の心配が軽減されます。お掃除も楽です。冷蔵庫の賞味期限のチェックはホームヘルパーさんにお願いしています。冷蔵庫の掃除なるべく自分でやっています。調味料の詰め替えはお願いしています。台所の洗い場シンクですねの掃除は自力でやっています。排水口は毎週です。ただ排水口のネットはヘルパーさんが取り替えてくれます。確かにいろいろ自分でやっているわね。独居老人であらせぶできることもたくさんあるようだわ。さてゴミの分別とゴミ捨てです。ゴミの分別は自力でやっています。ペットボトルはキャップを外し商品名などが書いてるフィルムを剥がし潰して出しています。お酒などの瓶の紙は剥がしません。瓶の中を簡単に洗うのは最近やるようにしています。段ボール箱などは自力で折りたたむことも多いですがヘルパーさんにお願いすることもあります。接着テープを剥がすときペーパーナイフやカッターを使うのが危ないからです。ゴミ出しは市町村のサービスで高齢者や障害者について自宅の庭まで取りに来てくれます。週1回です。本当に助かります。勝手口から所定の庭の置き場まではヘルパーさんが出してくださいます。ポリバケツなどに入れることになっています。猫やカラスがいたずらしないように匂いでご迷惑をかけないように注意しています。庭掃除や草刈り樹木の剪定は自力では全くできません。業者の方に依頼しています。有料です。年間4回来ていただき雑草を抜いたり芝生の部分の草刈りや樹木の剪定特にお隣との境の生垣を整えるのは毎年11月頃にやっていただいています。これはホームヘルパーさんにはお願いできない決まりです。他に利用できる公共サービスもありません。先日シルバー人材センターに問い合わせましたが人材の高齢化と不足で草刈りは対応できないとのことでした。シルバー人材センターの高齢化って何か不思議ね。だって社会は高齢化なんでしょ。高齢の方は増えているはず。ええ、そう思って私も聞いてみたの。そうしたら確かに高齢者は増えているんですが昔と比べて経年退職の年齢が高くなっていて仕事をしている高齢者も増えています。昔は55歳60歳で定年を迎えまだまだ体力もあるということで入ってくる方も多かったのですが今は入ってくる方が少ない上高齢で参加する方も多いのですとおっしゃっていたわ。そうなのね。いずれにしても庭のお手入れは大変だわ。せめてお隣にご迷惑をかけない程度に手入れができる制度があるといいな。洗濯は自分でできます。衣服やマット、バスタオルやシーツ、お布団カバーなどです。2階の一部屋を洗濯物を干すスペースにしています。物干し竿を使ったりして干しています。ただ服の汚れやシミなどはホームヘルパーさんに見ていただかないとわからないので月2回ぐらいは洗濯物を干すお手伝いをお願いしています。特にインナーですね。アウターは出かけるとき同行援護のガイドさんが見てくれているので
シミやほつれなどは教えてくださるのですが、インナー下には見ていただく必要があるのです。家事援助の制度では、洗濯から干して取り込み、そしてタンスなどにしまうところまでお願いできることになっています。でも龍之介さんは干しっぱなしです。洗濯部屋にはたくさんのポロシャツやパンツ、スラックス、ジャージなどがかかっています。以前は自力で外の物干しで干していましたが、雨などに気づかなかったり、風で飛ばされてもわからなかったりがあり、2階の日当たりが良く風通しのいい部屋に干すことにしました。ドラム式の洗濯機、今の洗濯機が壊れたら考えるそうですわ。 This is the Sup-Tac Banner Radio。お掃除は週1回1時間の家事援助をお願いしています。ゴミ出し、トイレ、洗面、お風呂、キッチンのお掃除とリビング、寝室のお掃除をしていただいています。決まりでは日常的に使っている部分だけをお願いできるそうです。窓拭きや庭の手入れ、大掃除など日常的でないことは家事援助の対象外です。詳しくは家事援助ホームヘルパーさんについてで解説していますので、そちらをご覧くださいね。掃除機もかけていただいているので快適に暮らせます。なお、掃除機やバケツ、タオルやスポンジ、ブラシや洗剤などは自分の負担で用意しなければなりません。ヘルパーさんが使うゴム手袋はホームヘルパーさんが用意してくれています。龍之介さんの場合、たまたまガイドヘルパーさんが家事援助の担当ですので、視覚障害についての理解がある方なので助かっていますが、家事援助のホームヘルパーさんは必ずしも視覚障害について理解できている方ばかりではありません。ちょっとしたものを片付けていただき、どこに置いてくれたのかわからないということは、以前別のご担当のヘルパーさんの時はよくありました。よく話し合うことが大切かもしれません。他には雨風が強い時、同行援護を中止し家事援助の買い物代行をお願いすることがあります。お酒やタバコの買い物はできない決まりです。そこは仕方がないと思いますわ。買い物代行で困っているのは電子マネーなどが使えず現金のみという対応の部分です。ポイントカードなどは預かっていただけるのですが、電子マネーやスマホ、クレジットカードなどは預かっていただけません。これも致し方ないとは思います。いろいろ考えて、できることはなるべく自分でやって、できないところはガイドさんやホームヘルパーさんにお願いして、自身は快適に暮らしているようです。 This is the Sup-Tac Banner Radio。 買い物は基本的には同行援護です。近くのコンビニには一人で行くこともあります。店員さんが協力してくださるのでありがたいです。書類はホームヘルパーさんに呼んでいただくこともあります。市町村の9割の補助で購入した拡大読書機は最近は使えません。視力が落ちたからです。代わりにスマホの OCR サリバンプラスという無料のアプリで書類を写し読んでもらったり、キャノンのインクジェットプリンターのスキャナー機能に標準でついている OCR 機能で書類をパソコンに取り込んで、パソコンのスクリーンリーダーを使って音声で読ませたり保存したりしています。先々は音声読書機が欲しいそうです。情報通信機器としてはスマートフォン、 iPhone のボイスオーバー機能を使って SNS などを使っているほか、パソコンも利用しています。スクリーンリーダーは市町村の9割の補助で購入した PC トーカーと無料の NVDA を利用しています。お金でこの配信も一人でできています。 YouTube などはスマホでも見ます、聞きますし、パソコンでも聞きます。それ以外にGoogleのスマートスピーカーも利用しています。これはニュースや天気予報を聞けるほか、いろんな辞書にアクセスして情報を得るのに役立っています。冷暖房や電気のオンオフには使っていません。使うと便利だそうです。サピエ図書館のデイジー図書はリンクポケットと無料アプリのひな肉の時間でダウンロードして小説やシネマデイジーを聞いています。このような形で立花龍之介は日常生活を快適に送っています。外出は普通のタクシーの補助、乗り合いタクシー、市町村事業の移送サービスや乗降解除を使っていますが、駅までなら単独歩行もしたりしなかったりです。同行援護や家事援助、移動に関するサービスは大変助かっています。今日のお話が面白かった、楽しかったという方は
チャンネル登録やコメント、高評価などをお願いいたします。立花バラエティも聞いてくださいね。それでは失礼いたします。今日は立花龍之介の日常についてお話しいたしました。また来てくださいね。さよなら。ごきげんよう。バイバイ。本日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないこともあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。